2作の2大巨頭を戦わせるらしいじゃないですか。そうです、どっちの方が優れてるんだっていう話なんですよ。むちゃくちゃ解説が詳しいです。客観問題と記述問題のバランスがいいです。進め方とか、はい、これポイントです。はい、始まりました、むちゃちゃんです。さあ、今回は平田とや、全国の皆さんこんにちは、ベーシス総合監督の平田です。よろしくお願いします。はい、今回は聞いたところによると、スターサップの2大巨頭を戦わせるらしいじゃないですか。そうですね、前回センターバック2人はこいつらだろうみたいなことやったのでね。はい、どっちの方が優れてるんだっていう話なんですよ。関肘どっちが強いんだい。参考書ですけどね。はいはい、ああ、そうですね、はい、関先生のルールズレベル2、関正の The Rules 英語長文、 The Rules 英語長文問題 集の入試標準編ですね。そして肘先生のゼロから英語長文が面白いほど分かる本ですね、はいはい、になります。で、まあ僕はこの2つが同じぐらいのレベル感かなと思ってるんで、はいはい、でまあどっちの方がいいかなみたいな、ね、うん、ことも含めてね、対決させていこうじゃないか、はい、まあいわゆる、まあ、文法やった、うん、そして解釈やった、さあこれからいよいよ長文だっていう人たちですね。そうです、そうです。要はこれから長文の勉強して、で得点力上げていきたいんですよ、もしなんかでもいい成績出していきたいんですよみたいな方に、あ、これでこういう風に練習すれば自分は偏差値がぐいぐい高2のうちから上がっていくのね、そういう話です。わかりました。じゃあちょっとこの2つの本の特徴とどういう違いがあって、どういう風に使ったらいいのかとかね、その辺のことを聞いていきたいと思います。どっちかでいいです、うん、どっちもいいんだけどタイプが分かれます。この本の特徴として、まず当たり前なんですけど、レベル感がそんなに高すぎないということ。高2生ぐらいの方でも、以前からこの動画で精読でお話している読解のための英文法がちゃんと勉強なされている、このレベル感がそれなりに精度が高い方だったら、まあまあ勝負できる一冊になってます。なるほど、ということ、うん、じゃあ基礎英語長文ですね。そうですね、この2つどっちもいいんだけど、どういう違いがあるかっていうと、うん、まず The Rules の方に関してはむちゃくちゃ解説が詳しいです。おい、本当に ね、問題解く上で、皆さんが入試問題をこう目の前にした時に、どういう思考回路でどういうことに気がついて、でどういう判断でみたいな、要は人が問題を解く上での思考プロセスをもう限りなく限界まで言語化して文字にした本になってると思いますね。そうそう、情報量多い、うん、この問題集の最大の特徴は非常に解説が分かりやすいとこなんですよ、充実してて、うん、だけど一方でそれがこの本の良さでもあり、デメリットにもなりうるんですよね。おいおいおい、要は英語長文の問題集ってある一定のレベル感ぐらいまでは語彙の知識が豊富で、で文構造がちゃんと取れて文章が読めたら、あとは解けるみたいな問題も結構あるんですよね、うん、ある一定のレベルまでは。ってなってきた時に、そんなに長文の問題に対して経験値が少ない人にむちゃくちゃ解説が詳しいものをやらせると、可能性として解説がくどくてね、ちょっとね気持ちが折れてきちゃったりもするんですよね。だからそういう方の場合は、内容位置なんかももうすごくシンプルな問題とかだったりすると、もう単純にここにこう書いてあるからこうみたいな、ある程度こう解説がシンプル化された問題集の方がとっつきやすかったりするんですよ。でそういう方にはこっちがおすすめなんですよね。こっちも解説はそれなりに詳しいです。ただこっちと比べちゃうと、それはシンプルになってるよねっていう感じなんですよね。なるほど、うん、だから本当にこれはね、自分のタイプですね。それなりに問題を解く経験を積んできてる人が、自分の能力の切れ味、観察力判断力の切れ味をもうちょっと増していきたいよ、でも難しすぎる長文はできないよっていう方はこれだけど、これだとちょっとくどいんだよな、もう少しサクサク解説見て分かって問題解いていきたいなみたいな方であればこっちなんですよ、うん、どっちもいいからこそちょっとこれはタイプが分かれるなっていう感じはします。なるほどね、うん、まあだから上位層の方がルールズは人気があるっていうのは、ね、まあよく言われてますからね、うん、やっぱ解説をちゃんと読解できるというかね、うん、そういうことがあるかなというふうに思います。なるほど、はい、でこれ問題数に関してはルールズが12台で、肘井先生の方が16台あるんで、ややこっちの方が多いですが、まあでもあんまり気にする必要性はないかなとは思いますね。でこの2冊の特徴として、非常に客観問題と記述問題のバランスがいいです。おお、はい、うん、だからマークの問題しか解かないとかね、うん、
あるいは記述の問題ばっかりできつすぎるみたいなことにならないんですよね。非常にこう多角的に問題にアプローチがなされているので、問題へのアプローチが多角だとそれだけ求められる観察力や判断力の能力も多角化してくるので力が上がりやすいですよね。なのでまあこの2冊を長文でやっていただきたいなということがあります。でどっちもね音声もついているので、まあ、僕がよくオーバーラッピングとか言ったりするんですけれども、まあ、そういった音読の勉強もしやすいですよね。なるほど、うん、これはスラッシュ的なのがあったり、あと構文の読解もついてますね。あ、そうですね、構文図がちゃんとついてる長文問題集であるっていうのも特徴かと思いますね。やっぱり高2のうちってまだまだ精読力が甘かったりもするんですよ。で、長文の中で気づいたりする自分の未熟さもあったりするんですよね。そういう時にこれなんで読めなかったんだろうって思った時に構文図に変えると、あ、こうなってたのねっていう、そのトライアンドエラーの経験っていうのがものすごくね今後光ってくるんで、構文図がちゃんとついてるってこともポイントかなと思います。ね、であとこのやっぱね席肘関係の特徴なんですけど、中に入っている長文の問題のテーマですよね、うんうん、テーマが非常に最新のトピックというかね。そうですね、それもあるよね。また入試問題でこれ見た、またこれ出てるみたいなものが集まってるっていうのも特徴としてあるので、テーマ力も非常に高い一冊かなと思いますね。ぜひね手に取って見てもらえればいいと思いますね。だいぶ違いますね。両方とも構文に関してはすごいこだわってやってるなっていう感じですね。じゃあ分かったんですけど、両方いいことは、はい、進め方とか、はい、進め方としてはざっくり1週間に3長文ずつぐらいもやれたら十分かなと思います。必要な科目数にもよるんで、うん、でも最低2長文は絶対やってほしいですね、うん、でやり方としてはまず自分の力で一生懸命解いてみる、当たり前ですよね、はい、うん、でその上で間違えた問題が出てくると思うんですよ、はい、で間違えた問題の解説を丁寧に読んでちゃんと理解する、うん、ね、で自分の答えがどうしてダメなのか、正解の答えがどうしてこっちなのか、そこの理屈をはっきりさせてほしいということが1点。そして記述問題に関しては自分の答案と模範解答を見比べて足りてるところと足りてないところに着目してください。これポイントです。とにかくね、模範解答とちょっと言葉の使い方とかが違うだけでもうすぐ罰しちゃう人いるんですよ。でもそういうことじゃないんですよ。あの入試って要素で採点されるんで、同じようなことが言えてるかどうかってところをやっぱり着目してほしいから、足りてるところ足りてないところ、感覚としては自分の回答に赤ペン先生を自分で入れて、でより良い答案にしていく感じにしてあげてほしいんですよね。で1ミリも被ってないよって言ったらもうしょうがないから罰するけど、あ、ここまでは合ってるな、この部分は合ってるなっていう風になれば部分点来るから、記述問題は。だから少しでも要素として入ってるところ、共通ポイントはないかなっていうところに着目してあげて採点すること、自分の答案を、はい、そして第2に、じゃあ足りてないところがあるならなぜ関先生や肘先生はこの箇所を盛り込んだんだろうっていうねところに対して理解を深めてあげてほしいんですよね。そうすることでちょっとずつね、どのように解くかっていう部分とどのくらい書くか、記述ってこの2つなんですよ、うん、このね、どのくらい書くかの部分で皆さん減点食らうんですよ。なるほど、うん、何を書くかの部分で減点食らってたらこれね、さすがにちょっとねレベルが低すぎる話なので初歩の初歩の話になっちゃうから、ここで外さないようにしてほしい。だけどどのように書くかはね、これね、関先生や肘先生の解説を毎回毎回一台一台ちゃんと理解していく中で培われていく感覚の問題なので、うん、だからちゃんと解説理解してあげることで、最も大事なこと、本当にできるようになるために2日後ぐらいに、まあ1日オフは設けていいので2日後ぐらいにもう一回自分が間違えた問題や三角だった問題の解法再現復習をしてください。ちょっとワンクッション置いたタイミングでフレッシュな頭でもう一回問題を見て、で自分が間違えた問題がね、これはこうだからダメなんだよな、こうやって解くんだったな、この記述問題はもっとこういう理屈でこういう回答にした方が良かったんだったなっていう自分の力で思い出す訓練が足りないんですよ、理屈を。だからそのトレーニングをしてあげてほしい。この器量でだいたい3日に1台ぐらいのペースでやっていくと、まあ、成績は上がりやすくなるかなと。なるほど。で余裕があれば音読もしっかりやってほしいです。10回ぐらいはね。あと構文もね、構文もそうそう、もちろん書いてありますから全部ね。構文が甘かったらそこも必ずチェックすること。そこまでやって初めて長文の1台って完成度を上げていくから、結構長文1台1台の復習とか理解がね甘い人が多い、うん、あとね、こっからもう一個勉強法を紹介していきます。長文の得点力に関してはこれで OK なんですよね、うん、で、やっぱり高2生の方々一番勉強が手薄になるポイントがあって、それ何かっていうとリスニングなんですよね、はいはい、やっぱり共通テストっていうものの同日模試とかも含めてこうリスニングに触れる機会っていうのが高2の年明けあたりから急激に増えてくるんですよ皆さん、うん、だけど高2のうちからリスニング、耳も俺バリバリ鍛え上がってるぜみたいな人ってそっちの方が珍しいんですよね、はいはい、そういった方にこういう手順で勉強するとすごい
ごくいいよっていうのがあって、うん、ベーシスの子らにはまずね英単語帳使ってるの皆さんありますでしょ、うん、あの英単語帳って皆さんこう単語見てでなんかこうね意味のとこ隠してで意味を思い出す練習するじゃないですか、うん、多分朝の電車の中とかで満員電車とかだと立ってるしかなかったりする状況とかもありますよね、はい、耳で英単語の勉強してください。お要はこうまあ単語が一個ずつ流れてきますよね、うん、それに対して出てきた瞬間にポンってこう意味が言えるかっていう、うん、これ非常に効率がいい勉強法なので、うん、耳も鍛え上がるし単語の語彙力も上がっていくし、うんで電車の中で分からなかったものは学校に着いてからあれ何だったのかなって調べてあだったこうなってくるとこれね耳も鍛え上がって語彙力も高まってくるっていう非常にこういいね勉強の循環が生まれるんで単語帳を使った耳のトレーニング、そしてもう一個あります。以前こちらの本ね紹介したと思うんですけれどもこういう精読関係のものでまあそんなにこう難しくないものですよね。一文レベルとかのやつですね。これの音声を聞いて意味をキャッチする練習をする。これ皆さんね、一文単位ね、ちょうどいい長さだったりするじゃないですか。こういうちょうどいい長さのものを使ってリスニングの練習を一文単位でやっていくことによって、やっぱりリスニングもね、やっぱ共通テストやってみたらわかるけど、もうむちゃくちゃ長いね、あの一文ってことじゃなくって、それに一文の集まりで一つのリスニングの大門になって、るんですよ。だから一文単位で聞き取る練習っていうものをこういう精読であれだけやり込んだものを通してやることによってこうハードルの低いリスニングの練習それも文単位でやれてで耳が鍛え上がっていくっていう勉強ができるので、あの皆さんの移動中とか、まあ、自転車乗ってる人はダメですけど歩いてる時や電車の中なんかでこう耳を使って語彙力やリスニング力を鍛え上げていくトレーニングをしていっていただけたらなと思って終わります。まあまあこの短いのやってて、それでそれらができてから、うん、まあ長文のリスニングに行くとかね。そう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 。あのね、長めのリスニングの対策をする。で、実際ね、リスニングのね、共通テストの問題も、最初の方の長さって結構あんまりこれと変わらないですからね。うんうんうん、はい。わかりました。ということで、今回は、関正雄の The Rules 英語長文2と、記事学の0から英語長文が面白いほどわかる本を対決させて、そうですね。平さんがディスり倒しましたので。はい。では、はい。ぜひ、どちらもお手に取って見てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. Thank you for watching.